それではただいまから視聴者会議を始めます。会見時間は45分間、終了時刻は11時を予定しておりますので、円滑な進行にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。本日は市からの発表案件が2件ございますので、市長の方から発表させていただきます。まず最初に平成26年第2回市議会定例会提出案件についてです。それでは市長お願いいたします。本日平成26年第2回広島市議会定例会を招集いたしました。開会は6月19日木曜日であります。今議会に提出する議案は一般会計補正予算案など25件です。まず補正予算についてなんですけれども、今回の補正予算の規模はお手元の平成26年の6月補正予算の概要の通り、全会計で1億5375万1000円となっています。その内訳としては、まず社会保障関係システム改修についてであります。平成27年10月から社会保障税番号制度が導入されることに伴い、商工協団体のシステム整備に係る枠組みが国から示されたことから、福祉予報システム等の改修に係る基本設計等を行います。次に、障害者相談支援事業所サポート事業についてであります。障害者相談支援事業所において失業者等を雇用し、障害福祉サービス等に関する知識とノウハウを習得させる事業が広島県の補助対象となったことから、本年度の所要額を計上するとともに来年度の債務慣行為を設定いたします。次に、自立援助ホームの開設運営についてであります。本年9月から NPO 法人により自立援助ホームが開設されることとなったことから、当法人に対し開設に必要な経費の補助を行います。次に、福祉福祉資金貸付事業についてです。母子および各福祉法の改正により、新たに福祉家庭が支援対象となったことに伴い、本年10月から福祉福祉資金の貸付を行います。次に、広島ブランドの海外プロモーション事業について、地域経済の活性化及び誘客の促進に万博され、広島県や地元経済団体等と連携し、本年10月にフランスにおいて広島の特産品や観光文化など広島ブランドに関するプロモーション等を実施することとしたことから、実行委員会への負担金等を計上しています。次に、京橋住宅管理について、本年7月から施設管理を指定管理者に行わせることとし、会計に関わる来年度の債務担保を設定いたします。次に、いじめ防止等体制構築事業についてです。いじめの防止等の対策を実効的に行うため、本年3月に策定したいじめ防止等基本方針に基づき、広島市いじめ防止対策推進審議会の設置に関わる経費を計上しています。最後に、予算委員会としては広島市いじめ防止対策推進審議会条例の制定案など、条例案10件その他の議案10件先決承認案2件を提出しています。以上が本議会に対する議案の概要であります。私からの説明は以上です。はい、それではただいまの発表に関連して質問がございましたら質問をお受けいたします。なお、出演される方は、まず社名を名乗った上で、質問の代金いただきをお願いいたします。質問ございませんか。はい、どうぞ。RCC の森本です。朝市民病院の移転の議案なんですけれども、これが6月議会で提案を見送られた理由を教えていただきたいんですが、見送るというか、見送るものは、まだしてないということなんですけども、朝市民病院に関しての議論は、皆さんご承知のように2月の市議会で、結果を
踏まえての対応ということになっております。朝日新聞病院を荒瀬地区に、移転して建て替えるというような基本計画予算案を出したところですけども、結果としては議長の言葉によれば差し戻しと、まあ、こういった形で、成立しなかったわけです。そしてその成立しない結論とともに差し戻しという、処理とともにですね、2月議会でのあった議論を少し整理いたしますと、大きくまあこんな点が指摘されたというふうに思っています。一つ、地元住民の合意が不十分ではないかというようなことがまず言ってあります。そしてその十分でないというのはどういう意味かということになれば、移転したことによる活性化が、まあ、具体的になってないじゃないか、あるいは跡地利用に関しての具体的な計画はないというような、まあ、こういった指摘であったというふうに受け止めております。これはよくよく吟味いたしますと、とにもなおさず、私立病院のように大型のこの公共財ですね、これはその公共財のある町のありように大きな影響を与えるものだと。でこういったものに関してはですね、その施設の他に行政側が建設する計画を作る、まあ、それに関しては計画を作ってですね、関係者の声を取り付けていくという方向では、あるいは十分な合意が、地元合意がですね、得られないんじゃないかと、もう少し工夫の余地があるんじゃないかと、こういうような指摘というふうに受け止めていいんじゃないかと思います。まあ、言い換えれば、まちづくりについての具体像というものがまず、地元で十分浸透している中でですね、それを踏まえた施設建設を進めると。いう必要があるんじゃないかと、まあ、こういったことが背景にあっての理解でらして、こういうふうに受け止めたいと今思っております。で、まあ、そういうことを踏まえるならばですね、まずは区全体の街の在り方について、そこの住民の皆さんはどう考えるのか、で意見に反対されて地元の皆さんの思いは何辺にあるのかというのことについてです。多少時間かかっても、住民の皆さんの声をしっかり聞いていくというようなことをまず言います。まあ、その整理をですね、その地域でやっていただくということも同時に言うかと思っています。で幸い現在ですね、壁地区では JR の壁線の延伸や朝日市民病院の建て替えということを経験しましてですね、住民による主体的な街づくりの活動というものが始まっているというふうに、聞いております。こういった住民の皆さんの街づくりに向かった動きというものをよく踏まえた上で、市としての対処方法を確定いたしまして、適切な時期に改めて提案したというふうに今考えています。まあそんな中ですね、以前もありました提案というのを、再提案というのはいつ頃になるのかと、こういうようなことも言われてるんですけれども、その時も申し上げましたけれども、まあ、今言ったようなことも踏まえながらも希望としてはですね、できれば年内にというふうに言っております。この気持ちは現時点でも変わっておりません。まさにながら住民の皆さんの街づくりに向けた動きというのが何よりも基準になりますので、その動きを踏まえた上で市としての対処方法を確定して適切な時に改めて提案する、こういうふうになっています。はい、よろしいですか。よろしいですか。はい、それでは他に質問ございませんか。はい、じゃあ広島テレビの長島です。今の朝日市民病院についてのお話ですけれども、まあ、住民の皆さんの合意というか、まあ、区全体の町の在り方をどう考えるか、住民の皆さんの整理をやっていただくというお話があったんですけれども、その住民の皆さんの、まあ、議論の行方、お話、要望などを整理した結果によっては、
その現在地での建て替えということも可能性としては考えられるんでしょうか。あらゆる可能性を排除しておりません。皆さんのね、現在地、終電も終電をベースにいたします。確認なんですけど、あらゆる確認の可能性を排除しないということは、まあ、3月時点ではかなりその移転の方に前向きな考えというか、全部最終案に前向きだと捉えてたんですけど、その時点で何か、まあ、考えとしては交代してるんでしょうか。いや、考えとしてはその時点でも一緒ですけど、可能性は排除、ただ議会に間違いなく2月議会ですね、移転する方向での案を示した。でその考え方が今何回で変わってるわけだけど、今申しましたようにそういった考え方はまずその施設がある移転することになる町全体のですね、地元の方々が具体的にどんなのあるんだということについて そのイメージをしっかり持ってですね、その上で賛成か反対かということはですね、納得いくような状況があって初めて議会としてですね、確定判断すべきだ、まあ、確定すべき人が差し戻しと言われたわけですから、ですからその地元の皆さんがどう考えるかということが土台になりますねということを申し上げております。その土台を踏まえて対応法を考える。でその土台がですね、今言われて全く現地なきゃダメだというふうになればですね、それを前提としてまた考えなきゃいけないということを申し上げます。議会との関係なんですけど、まあ、議会で会派の上で済ませてですね、まあ民主党与党といわれる会派が、まあ、少数になっているわけですけど、そういう議会情勢も、今回の要件の判断になるんでしょうか。それは二次的なものですね。まず何よりも2月議会での議論をきちんとまずわきまえてですね、踏まえて、対応しているということだと思いますね。そして地元の住民の方々の議論が深まってですね、一定の方向が出れば当然議会にですね、そういった地域住民の意見を代表する組織ですからね、おのずと判断はですね、決まってくると思います。よろしいですか。はい、それでは他に質問ございませんか。よろしいでしょうか。それでは平成26年第2回市議会定例会議設置賛成についての質問を一旦ここで引き出させていただきます。それでは次の発表に移りたいと思います。次に平成25年の広島市観光客数について、発表させていただきます。どうでしょう。はい、お願いします。平成25年における広島市への入り込む観光客数を算出いたしましたので、発表いたします。お手元の資料をご覧ください。まず1の概要につきましては、平成25年の入り込み観光客数は対前年比で 5.9% 増加しておりまして、1151万3000人となります。3年連続して過去最高を更新するという結果になっております。また参考として記載しておりますように、観光地点および要塞地イベントにおける入り込む観光客数は、対前年比の 6.4% 増の976万人になっております。次に2ページ目の2の観光動向につきましては、一般観光客は広島貸し役2013の開催、あるいは広島県デスティネーションキャンペーンの取り組みなどによりまして、観光客の増加に努めた結果として対前年比 4.6% 増1066万7000人となりました。修学旅行生は児童生徒数全体で減少している状況下でありますけれども、全国の学校や旅行会社に対する個別誘導活動などに取り組んだことによりまして、対前年比の 1.0% 増31万6000人となりました。外国人観光客は円安の影響や
東南アジアを中心としたビザ発給要件の緩和など訪日旅行を促進する環境が整い、日本全体でも増加傾向にあるという中で、本市としてもインバウンド対策をやりました。すなわち、中国運輸局と広島県と連携しまして、フランス、台湾、タイ等を対象に現地旅行業者等を招聘するなどのプロモーション活動を積極的に展開する、さらには無用の Wi-Fi 環境整備など、外国人観光客の受け入れ環境の充実を進めてきております。また平和記念資料館が世界最大の旅行口コミサイト、トリップアドバイザーで外国人訪問者の満足度が高い日本の観光地として2012年から2年連続して第一となっていることなども追い風になったでしょう。対前年比の 46% と過去最高の53万人になりました。また参考として記載しておりますように、宿泊客数は対前年比 10.1% 増の451万8000人、観光消費額は対前年比 16.8% 増の2000億円と、ともに過去最高になっております。こうした25年、平成25年の成果をベースに、平成26年も瀬戸内島の2014年などの取り組みによって観光消費を図ってさらなる成果を上げていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。はい、それではただいまの発表に関して質問がございましたらお答えいたします。質問ございませんか。中国支部の加納です。率直な受け止めというか、今回3年連続ですので、率直な人の受け止めを聞かせていただきます。まあ数字そのものがですね、上昇傾向にあるということが非常に喜ばしいことだと思います。これからのですね、いわば我が国の生き様としてですね、観光立国をやっていくということも国の大きな方針になってますから、まずベースとしてそういった環境を踏まえながらですね、日本国と外国人の交流や旅行観光をですね、いかにこの地域にですね、誘導するかという、その点についての、具体策がですね、より強く要請される状況下にある中で、まあ、これまでのやり方で一定の成果が見えているということはですね、こういったやり方をさらに充実強化するということを、そういうことで着実な成果が見込めるという、まあ、一定の感触が得られましたので、ね、これをさらにしっかりするということをしたいなと思います。すなわち、行政面で言えばですね、県市の連携、あるいは国との連携をしっかり図るということで、地域の受け皿基盤を強化する。そして、個々の受け止めによってはですね、町全体がいろんな意味でのおもてなしができるような環境づくりをするということも重要で、それが翻ってきた方々のですね、高評価につながり、そしてそれは別に大事ですかね、次の、まだ来てない方々、あるいは来た方々の、再来というのはですね、いい効果、好循環につながるというふうに判断していいんじゃないかなというふうに思いますので、この好循環をさらに高めるためのですね、努力を一層やっていく必要があるかなというふうに思います。今そのおもてなし観光という面でですね、課題があるとすれば、どの点、特にまあハードとかで言えばですね、どういうところがあるかというのをお考え聞かせていただけますか。まあ、課題といえば、今申し上げた中で一定の成果が出てますけれども、ハードにしてもソフトにしてもですね、それぞれ課題というか、これからより充実していくべき点はたくさんあると思います。来る方々の滞在日数を例えば増やすためにはですね、それにふさわしい宿泊施設ですね、箱物としての、施設もありましょうけれども、客
層に応じてですね、その方々のニーズに応じた宿泊ができるような施設群の多様化というかね、そういうものも言いましょう。数プラス多様な受けたというのが、それから泊まってもですね、この地域を中心としてその施設を宿泊としながら巡回するとすればですね、一定の県内にですね、見どころを外の方から見ての見どころをですね、配置するということですね。これもいると思います。既存の資源を生かして地元の人が気づいてないとしても、外から見るととても値打ちがあるというものがあれば、それに磨きをかけて外の方から見てもですね、なんとか行くような、あるいはそれを十分観光していこうというふうな気持ちになるようなですね、施設の調整ということも言いましょう。そしてそういったことがありますよと、そういうものが実感できますよということを、ソフト面ですね、観光業者とかそういった旅行客を誘引するような、関係者にですね、周知し、そういったところから行く道にですね、この広島のうちの観光名所をですね、広めていただく、そういった部分もいる。そしてそれに至るためのですね、いわゆる交通手段とかね、そこに行くための便利性を確保するための地元の業界や、ね、業者のですね、工夫もするといったようなこと、それぞれどれもがですね、当たり前にやられていることだと思うんですけど、それをより意識してですね、連携を深めながらやっているということが、ある意味で大きな課題かなと思います。それではこの発表に関連して他に質問ございませんか。よろしいですか。はい、それではこの件については利用させていただきます。それではまだ時間がございますので、発表案件以外の質問がございましたら、お受けしたいと思います。質問ございませんか。はい、嬉しいです。先日の特別取材特別委員会で、理学部長官について震度6強の地震に倒壊する危険性が高いことが分かったという調査が報告されましたが、結果についてのお受け止めを伺いますでしょうか。まずもって旧理学部1校間は、かつての、学部というかね、広島を、象徴する建物であるということと同時に、もう一つの被爆建物というか、この二面性を有した建物であるというようにしております。そういう建物についての劣化状況調査ということで分かったことは、どの程度の規模で残すかというとですね、額に見積もったですね、解説するための、解説するための予算が分布するということでしたけれども、平米あたりの単価で見てまいりますとですね、普通、新築をしていくとというかですね、建物に向けて、相当単価が高いというのことも、かっている。それも一つですね。それともう一つ、建物の内部を見てみると、建物の構造そのものがですね、大学の特徴ですが、研究室の作りで小さくこう細部化されているということになりますので、そのまま活用するということになると、活用度が制限されるということも見て取れるというのが現状かと思いました。それでその上でですね、どうするかということになるんですけれども、今言ったのは加工物そのものについての今回の調査結果についての感想なんですけれども、今まで言ってますように、保存中保存活用というテーマを、掲げているこの施設にどうしていくかということを考えるときの基本、これも便改めて再確認したいんですけども、まず、建物があるエリアがですね、広島大学のほぼ跡地ということで、地の拠点にするという、命題を持ちであるということを忘れてはならないと思っています。そうすると地の拠点を形成するためのいろんな素材が
大体ここまで来ていただきますので、いよいよその旧医学部1号館については今度やろうとする民間事業者の建物の出来具合、それから広島大学が整備しようとしている施設ですね、こういった一連の施設群のですね、具体的内容をもう少し見定めて、それとバランスを、連携が取れるような活用方策という視点もいるのかなと思います。それを申し上げた施設についての現実段階での特徴とエリア設定された中での他の施設群との連携をどうするかということを考えるということは今からの、それもう一つは建物を保存するときの方法なんですけども、その他の都市、東京なんかで言いましたけどもね、歴史的な建造物の保存方法についてはさまざま工夫があります。そのための財源措置なんかについてもさまざま工夫がありますので、そういったさまざまな要素をですね、建造素材をもう少ししっかり説明した上でですね、全体的にどうするかという方向性を示したいと思います。その方向性を出さなきゃいけないという面では、もう少し時間が今というのを思います。もう少し戻りますが、新築していくよりも単価が高いと分かっているので、じゃあそのもう保存、全部保存するというそのまま保存するというのは方針としてもちょっともう選択肢にはないというお考えなんでしょうか。まだそこまでは至ってませんけど、先ほど申し上げたんですね、保存するときの額が出ましたでしょう。どのコースでも全部保存するとしても一部こうカットしてあるとしてもですね、その1平米あたりの単価を見るとですね、回収する場合は絶対平米あたり50万というのが難しい。ところがその最近の建物を新築するとなるとですね、例えば1平米あたり30万から40万ぐらいで済むという数字もあるんですね。だから全部を残すか一部を残すかとしても、まあ、そういった平米あたり単価を保存するという方法ですと単価がまだ高いなということも頭に入れておきました。全部残すかどうかということについては、先ほど申し上げた他都市の歴史的な建造物の保存を活用で見てですね、それがふさわしいかどうかという点と、それから地の拠点にできる民間の業者の作ってくる建物、広大が必要する建物ですね、昭和とかバランスとかね、連携ということを考えたときに、万端の部分するのがいいのか、部分的にするのがいいのか、まあ、そういう視点、両方から検討を加えなきゃいけないコスト面だけを見て決めないという意味で、コストだけは、コストはある意味で最終的な判断力ですので、まず全体の昭和がね、徐々に整う。値段が全体として地域の拠点にふさわしい建物になるかというのを検証するやり方がいいんじゃないかと思います。時間がかかるかなというのは、一体どのぐらいを見るんですか、お考えなんでしょうか。これも今言ったような出来具合ですね、広大の方もまだ見えてませんしね、なるべく早くやりたいと思います。後ろまで取っているんですね。議会の方ではその置けば置くほどで価格進んでもっとお金かかるんじゃないかというご意見があって、まあ、早く決めた方が良いというご指摘になりましたか。それはおっしゃる通りで、何十年も置いとくわけではありませんからね。そんな3年も4年も保持するわけではありませんから、できるだけ早くという思いの中でですね、劣化の度合いはその額がかさむほどの問題ではないというふうに思います。その範囲でいいです。今の件に関しては質問よろしいでしょうか。ご勤務の方ですが、建物についてですね、結構民間で取り壊しやすいんであったりとか、この人かどうか迷っているケースもあるんですけど、その市としてその民間公共問わずですね、どういう方針で、この被爆建物、今80何件確かあるんですけど、計画的になんか運転していく方針必要なんじゃないかと思うんですけど、その点についてはどう思われますか。
被爆建物の保存については今まで市が規定の考え方のもとにですね、公的な施設か民間の施設かによってですね、もちろん所有権の問題がありますので、保存についての支援枠組みがですね、ある意味では核になっております。このことについてですね、もう少しく検討していいんじゃないかなというのが今の気分で、具体的にどうしていいかはちょっとまだ分かっていませんけども、ただ私自身は他のところで申し上げているように、平和の思いをですね、皆さんに、共有してもらうためには被爆の実相を守り広め伝えるという大きな柱を立てておりますので、その被爆の実相を多くの方に見ていただくための直接的な素材としての被爆建物はとても重要だと思います。であるならば、それがもう被爆70年を経ってくるわけですから、民間のものであろうとですね、公的なものであろうと、本当に実装されるために欠かせないというようなものであればですね、それを残すための努力を今一段しなければいけないと思います。そういう意味で、もしその子どものための支援方法が核になっていることでですね、このについての勢いが衰えるであれば、その支援方法をですね、見直すということもやっていいんじゃないかなという気持ちになります。どうやっていいか、もう少しよく検討してもらうということで、ね、ことやられてます。よろしいですか。それでは、今の件に関してもよろしいでしょうか。はい。それでは、ご確認質問ございましたら、中国新聞の川田と申します。待機児童、保育所の待機児童について伺いたいと思います。公約として待機児童ゼロというのを掲げていらっしゃったと思うんですけれども、就任されて3年連続でその数は増えています。他都市では減っているという傾向ではあるんですけれども、広島市としても予算、待機児童対策を増やしている中で、複合的な要因があるとは思うんですけど、市長としてその要因どのように捉えていらっしゃるかと、この現状についての受け止めについて伺いますでしょうか。待機児童ゼロというのはですね、単にこのレベルでの需要のみならずですね、マクロのレベルのみですね、需要というですね、必要性自体の課題だと思います。子育てをされる、個々に家庭レベルでどれだけその負荷が高い子育てをされるお母さん方ですね、いろんな負担を軽減していくという意味でも重点です。でそれが場合に回ってですね、能力と意欲のある方々の就労を可能にしてですね、マクロでの生産性を高める、生産力を高めるということにつながりますので、ね、両面から本当に真剣に取り組まなきゃいけない課題だという意識がある、そういう意味でゼロを目指すということをやっているわけですけれども、この具体的な取り組みにあたっての、取り組み状況がですね、計画期間内にうまくいくだろうかという、ご心配をかけているというような状況でありまして、結果として前年度を上回る待機児童が今回生じたということについて非常に重く受け止めています。で解消するためのですね、具体策をしっかり講じなきゃいけないなというのが基本にしてあるんです。そういう視点で、今年度ですね、こういうふうに待機児童が生じたのはなぜかということで担当部として向き合いしてくれるということをやっていました。一定の原因は皆さんにも届いていると思うんですが、改めて申し上げますとですね、まず保育園の整備が遅れた、病院というのはですね、施設を作るときの整備費が
上がったということですね。ですから、はい、補助担保というんですかね、それが十分でなかったというようなところも、昨今の外的要因でありますけども、あとこれを、少しでもカバーするということもあるやつなんで、それからもう一つは、待機児童が多いところに関しては、今言った箱物を作るという多少時間のかかるやり方より、ソフトを中心とした即効性のある増員対策をやっていかないというか、そうしないと目に見えた成果が現れないというのことだというふうに、受け止めます。そうするとですね、まず今保育を行っている施設というのがある。それが認可外保育施設ということだと思うんですけど、でそれをその公的な支援措置が受けられるような認可施設へ、持っていくというふうにすれば、運用基準ですからね、ここのところでの、数量は確保できる可能性がある。ちょっとそれを促すための補助というものを、あるいは支援をするということをしっかりやるというの、それから様々な事情がありますので、小規模の保育事業ですね、これも国もそろそろ取り込んでいようというのを言ってます。それを先取りするというのは、やり方をやるということなんですね。それでそういったことを考慮しながら、枠組みとして前年度の2倍の受け入れ額を確保するということにしております。ですけれども、その前の年の計画がうまくいってないということで、今年もまたダメなんじゃないかというか、ご心配をかけているということです。僕はですね、確実にやるための指導をさらに義務的にも詰めて、関係者ですね、具体的に施設との接触を通じて着実にやるということをさらに進めたいと思います。それからあと、受け入れたときに、そこでお子様方のお世話をする保育士のですね、保育士がその一人の方が何人の児童を見るというのも国が基準を定めて、そのためにもですね、基準を満たすためにその一定の方々を確保しなきゃいけないんですけど、これもですね、いわば3面で、3つの側面からこういった方々の教育を増やすようなことをやるということをやってきていますけれども、一層強化するということであります。そしてこれについては、県の方もですね、支援も得ながら、関係者と一緒にやるということで、今月の22日にですね、私立保育園の合同就職説明会ということもやるようにしています。それにチャンスを増やして、まして可能性を高めるということをしております。具体的には新規学卒の資格を持った方々がしっかりこの保育園等にですね、就業できるようにするということや、それから、一旦就業したら勤務条件等を少し良くするということも言いましょう。大変な仕事を継続してもらう、離職をしないような状況を作っていくということもやる。それから一旦辞めたとしても、自分なりが子育てに多少手間がかからなかったら、また職は再就職してもらうというのですね、つながりをつけるということで、保育士の数を確保するということもですね、体系的なというのことを今考えています。これらを地道でありますけどですね、やることによって職業の目的を達成したいというのが現実の考えです。やってきてますけども、さらに良いこれを確実にするためにですね、昨今の事情を見ましてですね、あと部局の方にはさらに今少なくとも今度の分析でですね、待機児童が多く発生してしまったエリアなんですね、8個ありますけれども、全体で待機児童増えてるっていう数字になってますけどね、減ってるエリアと増えてるエリアですね、減っているエリアを超えて特定のとか、もっとはみ出たのが全体を仕上げているというのは今回実はなんですね。ですから市内の待機児童のこういうエリア、そこに重点を置いて、そこで即効性のある支援策とか誘導策をもう一段工夫してやろうかということを今検討を始めているところです。
この即効性ある支援策、あるいは誘導策によってですね、保育の質を保ちながらも、量を確保していくということにしておりましてですね、今言った一連の対応策をしっかり講じることで、来年度当初の待機児童ゼロというのを目指したいという考えでございます。で今おっしゃられたその多いエリアに誘導を、まあ、工夫していくというのは具体的にまだ具体策はないんですが、私が指示したのは今度待機児童が出たというのは数値があるんですけどもね、今度跳ね上がってる地域が2つ3つあるんですね。区によってですね、区によってちゃんとその減ってるところもある、全体で増えてますけど、増えてるこの肉産品、そこを集中的にここにある受け皿をですねもっとこう拡充するということを考えて、まあ、そのために走行してある支援策とか誘導策を何か工夫してるのかちょっと今やってると思います。最後当初予算で今年も予算ついてますけれども、それ以外で何か今年の結果踏まえて新たにと言いますか、それがあってもいいという前提であります。例えばこれから検討してですね、来年施行までにさらにいい政策があるみたいな、例えば9月補正でもですね、その必要な予算を投入してるんですね、対決とゼロを目指せるような環境づくりをやるという姿勢でやっております。ありがとうございました。それでは他に質問はございませんか。私の中で関田の県の方でですね、身元不明の方がですね、県内で13人いらっしゃるということが発表になられて、その中でやはりその9人の方が広島市内という方がやはり安全だったということは考えられたんですけれども、市としてですね、その身元不明で、施設手掛を受けられていたり説明されている方々の身元を、割り出すためにですね、あるいはご家族と引き合わせで何らかの手掛けとかで今後取り込む方策みたいなものを今考えられていますか。それについてはですね、現状把握している方々の施設の入居状況とかですね、調べたものが自由的に報告を受けてますけれども、個々の実例を見てまいりますと、身元照会をしてもですね、なお現地で特定できない、ご本人そのものですね、記憶がない、そして戸籍を当たってもですね、その元の戸籍を対応するものはないという状況なんだそうです。で、極端な例の方は割と若い方ですけど、ね、新たに戸籍を作ってやったというのかなと思っているわけであります。行政としてできる限りの対応は今はどうしてもと思いますし、これからもどういうものでやっていくべきかなというふうに。一部では山村にですね、公開することで報道されてですね、ご家族がご覧になって、何年ぶりで向き合うことができたということもありましたけれども、そういったことっていうのは言っていて、そこまでちょっと女中では考えてませんけども、それとも施設等に入っておられる方なのかですね、何十年という時間が経っている方も多いんですね、そういう若い方もあるんですよね。その方のこう顔写真を出すことと可能性は否定いたしませんけど、それが処刑するかどうかというのはですね、ちょっと、私自身はいろいろと考えしかねます。それでそういったことをでもして、ちゃんと広げるというのが効果があるというのであれば、否定するものではないと思います。はい、それでは他に質問。はい、先ほど の観光振興とも関連するんですけど、2019年の、5年後のラグビーのワールドカップの会場として立候補するかどうかのお話なんですけど、40万人ぐらい海外から観光客が来ると、主催者は見込んでるんですが、5年後で東京オリンピックの前年なんで、スポーツが盛り上がる年でもあるんですけど、国内自由
12、3の会場が予定されてて、10月までに履行しないと会場、その選果が漏れるわけですが、この候補、市の方針としてはですね、どのようにこう検討されるのか、聞きたいのですが。ワールドカップですか。そうですね、ラグビーです。ラグビーですか。その点についてはまだですね、ちょっと自分的に詳しい説明を受けてませんので、ね、もう少し調整してお答えします。はい、すみません、はい、よろしいですか。はい、それでは、予定の時間が来ておりますので、もし質問があるようでしたら、あの最後の質問にさせていただきたいと思いますが、他に質問ございますか。よろしいですか。はい、それでは本日の記者会見、これで終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。